はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。魚見山太郎様、ドンコウ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。デトックスジャパン無料版できました、メールマガジンですね、ご登録よろしくお願いいたします。有料版の方はこれ内容を網羅しているんで、無料版の、乗り換えなくていいですっていうか乗り換えないでください。よろしくお願いいたします。日本政府アニメ漫画ゲームを国家の基幹産業として推すことを決定、複数年にわたって弾力的かつ継続的に支援すると、海外展開がですね 4.7 兆円と 5.1 兆円のですね鉄鋼産業をもうすぐ抜くほど巨大になった、巨大になっていた、農水産物輸出の中国脱却も盛り込まれたということなんですけれども、世論です。ポリコレにうんざりした海外の人たちが日本のアニメやゲームを好むようになったんだわ、政府が絡むとポリコレが適用されるんじゃないかって心配になる。基幹産業の給与が安すぎる。アニメーターですか、政府が介入すると大体ダメになる。今の劣悪すぎる労働環境だけは政府が介入しないとどうしようもない。少なくとも賃金5倍にしろ。もうちょい還元してやってくれ。ゲームはもう無理じゃないかな。ガチャの売り上げすごいぞ、支援は金だけ出して口は出さないを徹底すれば完璧だから、日本を叩きたい勢力がアニメやゲームを狙い撃つわけですね、皆さん一応にですね、作品の内容に政府は口出すのを心配してますね。だいたい官が乗り出していくと何でもダメになりますからね。政府は金出すのもいいが、中国や韓国の反日国がすぐパクったりですね、ネットに動画流したりするのを取り締まってほしいですよ、海賊版の被害額多分超の規模だと思うんでね、あとですね、これ国が支援するってこれ調子いいから一丁乗りたい、甘い汁吸いたいって気持ちが強いんだねーの。これアニメ輸出協会がなんか作ってそこに天下りたいとか、議員だったら顧問になって金もらいたいとか、そこを通さないと輸出できません、なっちったりなんかして、そこでなんかね、細かいモザイクとかかけられちったりなんかして、して途端につまんねえくなんじゃねえのかな、心配してますけどね。エイリンなんていうとこあるじゃないですか、アダルトビデオにモザイクかける、あれだって天下りでしょ。どうせ私自民党のことも徹底的に信用してますんで、どうせ天下りで利権だろ、考える癖ついてますんでね。政府がこんなこと言い出すとすぐピンときちゃうわけなんですよ、アニメ輸出協会なんてつくんじゃねえの、漫画輸出協会そこ通さないと輸出できませんなんてやんじゃねえの、手数料飛んじゃねえの、すぐ思うんですけどね、輸出産業規模 4.7 兆円、なるほどね。献血ポスターだの温泉娘に発狂してんのは日本が妬ましい羨ましい界隈ですね。すぐわかりますね。コラボ界隈とか丸出しだしね、アニメが約3兆円規模は知ってましたけど、漫画プラスゲームで 4.7 兆円、約5兆円ですね。知らなかった、来年は5兆円超えるよ多分。この3つでですね、1日128億円稼いでんのか、中国韓国北朝鮮が何かと足引っ張りたくて暗躍するわけですよね、中国韓国北朝鮮の先兵たるアグネス、辻元、瑞穂、蓮舫が盛んに表現規制従ってますけれども、私は今後も一切の表現規制に反対して、参ります。アニメや漫画の出来じゃなくて表現にケチつけるポリコレ小じぎは中国韓国北朝鮮界隈とみなしてですね、警戒した方が無難であります。もしくはバカでこういう界隈に騙されて流されてる人、約日本国内に500万人いると思われるんですけど、例えば言うなれば金運アップの財布買っちゃうような人って思ってますけどね、買っちゃった人はごめんなさい。岸田総理国会答弁、育成就労制度は分野と人数を制限して受け入れるので移民政策じゃない、外国人受け入れで国家を維持する移民政策は取らない、じゃあお前の弟がやってるインドネシア人の人買い会社は何なんだと、世論です。もちろん信じないよ。質問してるのが和田政宗ってのが草、健康保険料は税金ではないのって
同じ論法やな。労働力が足りない方が賃金が上がって景気が良くなる。嘘つけコンビニ吉野家見てみろよ。外国人だらけじゃねえか。官僚の言葉遊びを心底信じてるバカ総理、どうせ気づかないように入れるんだろう。すでに移民政策になってんだよ。毎年1万人も失踪するのにやめないんだ。不法滞在者を雇うことをかくまうことを重罪にしろ。まあ不法滞在者に居場所や食事や仕事提供をするのもっと重罪した方がいいよね。懲役10年とか20年とかさ。質問したのはクルド人大好き和田政宗らしいんですけど、こいつパスポートもらえる大統領選挙にも投票できるクルド人をですね、トルコ政府に弾圧されてるって大嘘ついて訂正もしてない問題児ですね。和田移民移民ってうるせえから総理なんか言ってくださいよ。総理丘の下、まあこんなもんでしょうね。茶番の国会答弁ですね。分野制限と人数制限あるから移民じゃないって言いたいようだが、人数の上限がねはるかに高ければ移民だろ。上限に達しねえほど募集してたら移民だろ。それとあの育成就労制度って名前も私は尺に触んですよ。なんで日本人が外国人を育成してやらなきゃならないんだ。全人類の親にでもなったつもりかって未だにですね、自国は守らないが国際社会で名誉ある地位を占めたいと思うふうなんてバーガなこと言ってる存在なのにさ、育成就労制度に限定して答弁してるんですけど、もっとやばいのが特定技能で日本に入れるっていうやつですね。介護、農業、漁業、林業、運輸など不人気業界、人が集まらない業界で働いてれば人数上限なし、家族ともども無期限で日本に在留資格で在留できる入れるっていう恐ろしい制度です。育成就労で人数上限設けても特定技能でこれが無意味になってますね。不人気産業で働いてるうちはという建前なんですけど、病気になって働けなくなった時にですね、ことなかれでいい人ぶりたい病気の自民党がそういう人らをですね、家族ともども容赦なく追い出せんのか、多分できないよこれ。追い出そうとしたらマスゴミだの野党だの金目の弁護士ども人権派がギャーギャー騒ぐのは明らかだしね。不人気産業の人手不足イコール賃金不足なんですよ。要するにトラックドライバーをですね、年収1000万で募集したらすぐ埋まりますよ。それだけの賃金出せないって言ったらもともと需要がねえんだから、献金もらってね、パーケン買ってもらってね、需要がない産業をなんとかして生かそうとするのが間違い。自由競争資本主義の原則にのっとってですね、自然に任せるべきなんだよな。パーケン買ってもらってる、献金もらってるって理由じゃなくてさ、自民党の議員は、朝日新聞社記が半日で食ってる韓国人教授に見つかる、こんなところに旭日旗か。自民党のですね、数少ない分かってる議員山田博史参議、どうする朝日新聞、果たして朝日は朝日かそれとも朝日か。朝日新聞よく言われてますね、朝鮮日報の略だっぺ。共同通信、ギャオーン、朝鮮民族を想起させレイシズムを煽りかねない表現だ、意味不明発狂、世論です。朝鮮って言ってなんで差別かわからない、なんで朝日が民族差別なんだ。朝鮮民族を想起させるとなぜ人種差別につながるのか、どう差別的なのかの説明はなし。共同の方がナチュラルに朝鮮を見下してんじゃねえか。自分の差別意識を声高に叫ぶとは新しい。朝日は朝鮮日報の略だろ。差別主義者を差別したら差別主義者だよね。朝日の方が社員は喜ぶんじゃないの。差別と叫ぶ本人が差別意識を持っているってこと。最近のメディアってもう頭がおかしいのしか残ってないんだろう。特に共同は残ってない身っぽいですね。杉田美和さんストーカーしたりですね、最近の共同通信は正気が疑わしいですよ。あのウイローなんていうやつもいたしね。朝日、脊髄反射で反応しちゃったんでしょうね。脊髄反射で口答えっていうのがパヨの特徴ですから、朝鮮民族を想起させ、だからそれがなんで差別なのか全く意味不明なんですよね。共同通信がナチュラルにですね、朝鮮民族を見下してるからじゃないの。そしてそれを自分でも理解できてないから変な記事書いて皆さんにハテナって思われてんじゃないのか。早くつぶれればいいですね、共同通信ね。早くつぶれればいい。山田博史さんにはまさかこんなんで釣れるとは思ってなかったでしょうね。
釣り師としての、あのベテラン釣り師としての、復活を示しちゃいましたね。今日の単身、夢を諦めきれない日テレ、今の自民支持率は 24% で政権交代直前の 30% より低いのに、なんで野党はまとまれないのよ。政権交代直前のですね、2009年8月、民主党 32%、自民党 30% で政権交代起きちゃったんですけど、現在の立憲は5で維新が4、つまり自民党は散々ダメダメやっても 10% ぐらいあれ余裕ってこったなって。自民はダメだが野党は論外っていうのも、あの日本の悲劇ですよね。それもこれもですね、テレビ新聞が野党の不正や不祥事や変な発言スルーして甘やかしてっから、どうしようもないぐらいですね、これ以上ないぐらい劣化してんですよね。立憲共産議員が、立憲民主党政治資金パーティーを一律禁止しろ改正案提出、自民党でも岡田幹事長はパーティーで18億円企業献金で4億円集めてますよね。さすがイオンの息子だな、集まるな。岡田、自民がパーティーやり放題な中で自分たちの手を縛ると競争にならない。ならなんで党としてパーティー一律禁止で出したの、なんでなのっていう、こういう嘘でたらみごまかし、何言ってんのこいつっていうことを言ってもですね、メディア、テレビ新聞があの叩かない。立憲はですね、もののけ姫のイノシシみたいにどん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 バカになってって、立憲議員そのうちですね、人の言葉を話せなくなる、人語を話せなくなるかもしれない。すでに何言ってるか分かんない時ありますもんね、立憲議員ね。立憲野田佳彦、結婚後も皇族の身分を維持する女性の夫も子供も皇族の身分を与えるべき。これですね、ほら、黒田サーヤさんになったサーヤ殿下とかみたいに、まあ、結婚するとですね、女性は一般人となるわけなんですけど、最近ですね、皇族の数が足りなくて公務に支障が出てくるようになったと。でね、結婚した後も皇族の身分を維持して皇族の仕事やってもらいますかっていう話になってんですよ。昔は皇族じゃなくなった、女性は結婚すると皇族じゃなくなったんですけど、今は公務いっぱいあって手回んねえから皇族でいてもらって皇族の仕事を続けてもらいたいってことになったんですけども、それでね、野田佳彦がこんなことを言い出したんですけど、日本史上初後天的皇族を作ろうとしてますよ。これ生まれながらでない皇族発生させようとしてますよこいつ。これめちゃくちゃ危険ですよ。秀吉だって家康だって一般人から皇族になれなかったんだぞ。何大それたこと言い出してんの。大それたこと言うなー。この人もバカになってバカになって人語を話せなくなるのももう時間の問題じゃないでしょうか。きっとこの人ね、自分がどんな大それたこと言ってるか理解してないよね。何その日本史上初の一般人から皇族って、そんなのねえよ。あった試しねえよ。何大それたこと言ってんだよ。めちゃくちゃになる、いう話なんですけど、どうせあれでしょ、韓国人と結婚させて乗っ取りたいんでしょ。そんなもんでしょ。野田佳彦は民団と仲良し、落選してる時は民団に生活費もらってたんでしょこの人は。千葉のさ、許しておけねえバカになったよな野田佳彦な。こんなのが周りなりにも日本の総理だった時期があんな、恐ろしいですね。もうすぐ人の言葉喋れなくなるよ野田佳彦。ブヒブヒとしか言わなくなるよそのうち。それとも何言ってっか全然わかんない、言葉喋り出すと思うよ。恐ろしいですね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパンメルマガ無料版も始めました。興味がある方はご登録を。有料版の方は乗り換える必要はありません。内容は無料版のは網羅してありますんで大丈夫です。というか乗り換えないでください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。